問題。上と下で違うところが3箇所あります。それはどこでしょうか。カウンダウンスタート。よく探してみてください。3つ見つかるかな。ということで正解はこことこことここでした。土井さんこんにちは、コーダです。今回もスーパーマリオメーカー2実況をプレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。実況者への挑戦状2トロールレベル、こちらやっていきましょう。ということで私実況者頑張っていきたいと思います。危ない、危ない。まあいいや。でとりあえずこっからこうやってジャンプしていけばいいのかな。でここで、はい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 、パウして、大丈夫大丈夫、オッケー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 。え、入れないんかいここ。え、じゃあしょっぱなこれどこ行くんです。こう、ここのドアは入れないからひとまず下がっとくか。うん、そしてトゥルルルンって音が、あー、そこにツタが降りてくんのね。なるほど。で、こっから、いや、危ねえ。ドア入ります。さあ、ドア入って。へい。あ、いけた。危なー。で、オンオフ切り替える。そうすると、大丈夫、大丈夫。んで、ドア入らせていただきますよと。入りますと、死ぬんですね。だから、オンオフして、あれ？で、もう一回オンオフすればいいんじゃない？で、これでドア入れるよね、ここ確か。はい、はい、出た、入れた。そうすると、これ大丈夫なはず。オッケーオッケーオッケー。いにゃは、出たらすぐ右、すぐ右、すぐ右。よしよしよし。オッケー。で、これは、ほい。うん、こんな感じで、いけば、まったく、え？ちょっとドッスンさん、ちょっと上がってくれます。なんでそこで引っかかってるんです、ちょっと。んじゃあここは多分一気に行っちゃわないとダメなんだ。オッケーオッケー。んで、危ねえ危ねえ危ねえ。んで、この上がなんかあるわけではないね。じゃあここに、おお、ボム兵さん、ボムっと行っちゃって、オッケー、ドア入る。危ねえ危ねえ。出たらダメなの？オッケー、ボム兵爆発したらすぐ左行く、すぐ左行って、ここ上上がる。あれ違うんです？爆発されたらすぐ左行って、あれ？あ、大丈夫だ。今度は来ない。オッケーオッケー。で、これでオンオフしてドア入ればいいんじゃないですか？よーしよしよしよし。これで、鍵ドア入って先進めたよと。なんだ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 なんなんだこれは。なので、ここは素直にこんな感じ。いやー、違うんです。ってことはここスピン、あー、いけた、スピンでジャンプすればいいんですね。なんですなんです、これ覚えないといけないのか。なあ、びっくりした。はい、じゃあここはスルーさせていただきまーす。ドア入る。さあドア入って、ナイス、中間があるね。中間があるけどまだ取れなさそう。ほんと？ん？いや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 、中間取れるでしょう。なんかしたら中間取れんじゃないの？はい、諦めます。じゃあこっち行って、このまま？え、なんで死んだの？多分、鍵ドア入る前に、ここでオンオフすればいいんだ。鍵ドア入って、でスピンして土管入って、ここもスルーしていけば中間取れない？やっぱりね。イエーイ、ナイス中間、ありがとうございます。そんでここはドア入る。うん、ごごごごご、いけたいけた。ダバダじゃないんだわー。なんで上にひょこっとされたの私。で、言ったらちょい右ちょい右、ここら辺で、よし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 、そういうことね。で、ここは、まあ、素直に下行きましょう。下行って、はいはい、右行く。超いい。詰まるところ、先にリフトだけ行かせちゃって、
って行き切ったらマリオさん降りてすぐ右行くと、そういうことだ。オッケー、行けた行けた。さあこれはこのまま素直にこう行っちゃっていいかな。いや違いますね、全然違いますね。このパウは持っていかないといけないと思うんだけど、でも持ってったらさ、ほらやっぱこうなっちゃうよね。そうだよね。あれ違うな。じゃあなんだろう。わからんな。は？え、なんでや。ちょ、なんでや。なんか勝手にブラックパック死んでったんだけど。おい、そら引っかかるわ。いやー、このギミックうまいな。なるほどね。そんで、そんで、ここ降りちゃっていいかな。んーで、なるほど。右に投げないといけないと見せかけて、実は、全然右に投げなくていいパターンのような気がする。おっと、左行くんかい！ってことは、左側を叩いて、これで、投げました。ちょっと離れとく。おー、危ねえ、危ねえ。よし。オッケー、進めた。さあ、ここで土管入って、あ、ちょっと嫌な予感。だいぶ嫌な予感。ですよねー。よし、じゃあ、Pスイッチの効果が切れてから、土管入ります。さあ、これで大丈夫でしょう。んで、ここで待ってていいはず。ほらね。オッケー、完璧。さあ、なんだ。ん？モグラーニャがいるぞ、そこに。一旦、こっちで P スイッチ踏むか。ここで P スイッチ踏む。んで、ここ開けといて。はい。開けときます。そして、こっから一気に行けば問題なしシングだ。そういうことだ。よし、そういうことね。はい。そこにファイヤーが出るよってことなのかしら。とりあえず右行ってみる。何がある？鍵、あの鍵取れなくない？なんでやねん。ってことはここでファイヤーを出せます。出た。うわ、そっちに出るんか。なるほど。ってことはやっぱり上からこういうこと。あー、なんか出てきましたけど。これでいいのか。はい。で、これで着火させて、ブロック壊して、はい、そこのドアに行けるようになると、よし。オッケー、なんかいろいろ考えすぎたわ。そんで、ん、地味。騙し方が地味。ん、出たらすぐ右。オッケー。で、これでバネ使って、いいね。Z。本当か？いやでもこれは素直に従うしかないか。右押しっぱ？はい。そろそろブレーキかなと思っちゃった。わかった。ポンポンポンで、この下にブラックパックンがいるから、こっから、なるほど、バネが出てくるのね。よいしょ、オッケー、いけた。これ、音符ブロック使っていいのか？ほっ。いいのかな、本当に大丈夫かな。で、何でしょうか。上も怪しいけれども、上行ってみる。お、ダバダ。おい Oh my god。 ってことはなんか上違いそうだな、やっぱり。下か、こっちなのか。違いますよね。ってことはやっぱり上か。じゃあ上行ってたらすぐ入る。あー、入れた。土管入れるんだ。そんで、ほうここの土管も怪しいけど、ってか、ここしかないな。うん。入るか。入っちゃおう。土管入ります。さあ、土管入ると、おー、なんだ、そのまま行きます。さあ、そのまま入って、何や。え？いや、これ、ここでしょ。
ほら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 、なんかそうっぽい、そうっぽい、そうっぽい。来た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 、これ入ってナイス、やったぜー。よっしゃー。いやー、いい騙しコースだった、ありがとうございます。DJ& トゥタズスノートップマウンテン、こちらやっていきましょう。クリア率は 2% ぐらいだったのでサクッとクリアしていきたいところ。さあ、ここはここで投げるんです、そういうことです。こうしてこうして、あ、いけた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 、なるほど、ほっほっ、よし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 、オッケー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 、完璧じゃないですか、完璧じゃないですか、なるほど。で、ジャボーンといってジャボーンといって、おお、つっ掴んでもらって、ほっしゃ、いけたいけた、 MT で、ナイス中間サンバナバルいきましょいと。よいしょ。てかこれがさ、いや、これが 2% ってどういうこと。いや、マジで上がりすぎなんだよ最近のマリオメーカープレイヤーは、本当にレベルが。よいしょ、 OK で、ほっほ、いけてるいけてるで、はぁ、届かんて、シュチュシュチュ、よし、いけたいけたいけた、完璧、左、ナイスで、ここほっ、いけ、よし、はいやー、そこはちょんちょんか、はーい、はーい、ポンポン、よっしゃ、いけた。いや、これ 2% じゃないって絶対。いや、まだあんのして、いや、こんなん、こんなんをね、よいしょ、おっとっとっと、うん、マリオメーカー初心者とか中級者とかがやっちゃいけないからね、こういうコースね。本当に。そんで、ちょ、危ない危ない危ない。んだ。いや、むずー。いや、クリア率詐欺だよ、こんなん。よいしょ、オッケー。はい。よいしょ。んで、左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 、よいしょ、よいしょ、オッケー。鍵ドア入る。さすがにいけたんじゃない？ん？まだあんの？まだあんの？え、まだあんの？ちょっとこれ、どういうこと？どういうこと？どういうこと？こうして、ほっ、ほっ、あ、こういう感じ？ないないない。オッケー、オッケー、オッケー、はい。はい。はい、届いて。よーっしゃむずすぎほら、クリア率 2.10% って書いてるでしょ。いや、絶対違うから。こんなん、クリア率 0.3% ぐらいだわ。ほんと。コーダさんに捧げる、ゴールはすぐそこに、バースデー、こちらやっていきましょう。ということで、コインをすべて31枚、31皿から31枚取ってからゴールすると。なるほど、なるほど。ちょっと待って、待って、31枚取って、31枚。待って、待って、待って、31枚取れるかな、ちょっと待って。確かにゴールはすぐそこだけど、いや、気持ちいいな、気持ちいいな。あ、でもこれはいけそうじゃないですか。ん、もう出てくれない、え、出てくれないんですけど、え、出てくれないんですけど、ダバダじゃないんだわ。え、待って待って待って、もう1枚出してよ、もう1枚どこ、え、ちょ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 、終わっちゃう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 、どこですか、もう1枚、あ、ここ出てくるかい。いや、笑ったわ。最後の1枚上から降ってくんのね。はあ、ちょっと、あ、なるほど、ちょっと、最速記録を、最速記録を目指そう。ほっ、ここらへん、ここらへん、ここらへん、あ、まだか、まだ、まだだった、まだだった、まだ、遅い。あー、30歳から31歳になれましたわ、ありがとうございます。超スレスレ、ファイヤーランナー、無限くんさんのコースやっていきましょう。さあ、ファイヤーバーがいっぱいだ。ちょっと待って待って待って。ほっ、いやー、確かに結構スレスレっていうか当たってる？よいしょ。ほい、ほい、いけたいけた。ジャンプ。おー、結構シビアだな。ほっ、ほっ、ほっ、ほっ。よいしょ、オッケーオッケーオッケー、いった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 、ジャンプー、ここ、とか、入れないんだ、ゴールかい。びっくりした。猫チーターさんのコース、初めて作ったスピードラン、簡単なコースです、ツルができるコースです。こちらやっていきましょう。まだ一人しかクリアしてないみたいだね。うん、頑張っていこう。ということで、コース募集用動画いただきました、ありがとうございます。さあ、ズルできる場所はどこだ、ここか、あ、ちょっと待って。いや、意外と、防がれてんな。うん。塞がれてる。ちょ、ない。へーいよと。よいしょ。へーいよと。で、ドア入っていく。そして、あそこに出るんだね。うん。で、三段ジャンプかな？1、2、いや、むずい。1、2、3段ジャンプ。いやー、ここ結構むずいぞ。1、2、3段ジャンプ、くるくる、
よし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 、いけたいけたいけた、ようやくいけた。さあ土管入って、ここで大きくなって、届かん届かんよ。ちょっと待って待って待ってくれ、もうキノコないか。いやさすがにないか、ダメか。ここ上から行けたりはさすがにしなさそうだね。ちょっともう一回やるか。あーやっと戻ってこれた。ほっ、届け届け、いやダメか、マジか。いやちょっとほんと全てがシビアすぎるぞこのスピラン。あなんかあったわー。いやまだあるんかい、まだあるんかい。ちょ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 、おーいけるんかい。そういうこと。ちょっと待って待って待って、そんでどこまでいけるんだいこれは。なんも、なんもないですけど。ちょっとファーツ、あったいやわからんわ。さあ土管入ります。そしてここはこれ右に飛んでもなんもないのかな。おっと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 、ここどうすんの。ちょ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 、あそっか普通にこうでいいのか。んでファイヤーになるしかない。とりあえず素直にファイヤーになってみるか。あーなるほど、ここで倒します。はいブンブンさん倒して、いや時間がないぞ。よし、で鍵ドア入る。でそこの鍵ドア、ほうほう、土管入る。この土管はどこにつながってんの。なんだなんだなんだなんなんだなんなんだ、こっち行く。はいはいはい、でまた土管入るのか。ほうほうほう、そんでどこ、ここどこ、ああゴールゴールゴール、やった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 イエーイ。これが正規ルートなのかな。まあよくわからんけど、でもいいや、ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。コウダでした。また次回の動画でお会いしましょう。またね、グッバイチャー。